はい、タイガーです。わけで、今日はね 0.95 全部なっているということで、こちら使っていきます。ギルガメッシュです。はい、まあなんやかんやね、自分の中でギルガメッシュとマフェリが一番強いってずっと言ってるので、はい、まあ今月もギルガメッシュが強いんじゃないかということでね、はい、早速やっていきたいと思います。ということでやっていきましょう。レッツゴー。さあ、リアンツィールでございます。はい、でなんですけど、ギルガメッシュが強い強い言ってるんですけど、正直個人的にギルガメッシュ今ちょっとね、ここ 2,3 ヶ月 絶妙というか、まあ最近ずっとリアンじゃないわ、メルベユリが来てるじゃないですか。メルベね、結構やりづらいんですよね。フリジアがね、もう暴走するんですよ。うちの切り札である氷結フリジアがもうなんか狙い定まらんくなって、なんかもうあさっての方向にぶっ飛んでいくんですよ、フリジアの氷結が。ちょっとね、それがめちゃくちゃ痛い。このデッキって本当にそれがあるから強いって言っても過言ではないぐらいのフリジア頼みなとこあるんで、マジでね、メルベ相手の時だけは本当に暴走どうにかせんと、まあ運なんだけど、やっぱ運に頼るってことは勝率もね安定しないんで、そうなんですよね。だからそれだけがねギルガの弱点なんですよ。はい、さあ、で一旦罠置かれたので、どっちから行こうかな、まあ、こっちからでいいか。マイティでしょう。はい、そうですね。で特殊も与えて、でこっから雷撃も入れていく。でね、こいついるんで、こいつ何体でマックスだ ?7、うん、6で3900か。あ、アンチヒルだ。なんで、2、4、次6で3900出るな。もう行くか。嫌でしょ、相手。相手嫌でしょ、これ。相手が嫌がることするんよ。うん、もうスポーツとかも一緒、オスルニアも一緒。相手が嫌じゃろうなってことをする。待って、今めっちゃ岡山弁でだ、やばい。ちょっとあんま出さん方針で行こうとしようだな、不意にそういうな。やっぱスポーツもな、そういうの大事じゃけんってな、やっぱそういうの大事やけんな。不意に出てしまう岡山弁、やっぱ違和感あるんすかね、こういうの。もう前もその話したけど、マジでこっちからしたら 何がどう違うんかがさっぱりわからん。本当に普通に喋っとるだけなんですよね。しかもなんかやっぱありますよね、俺からしたら、え、これ岡山弁なみたいな、え、これ普通の人言わんのみたいな、めちゃくちゃあるんですよ。でまあこっから社会人になってね、県外とか出ていったらもっとそういうことあるんだろうしね。いや本当面白いっすね。まあ千鳥とかがね有名になってそういうの結構あると思うんですけど、オッケー。これはもうさすがに金馬動線空いてるんで、もう何が出ても勝ちかな。これはウンディーヌですけど、これで勝ちかな。よーし、6500ぐらい、はい、完璧。ということで対戦、あざしゃー。さあ、暗黒か、なるほど。ただこれフリジアの氷結が結構効くぞ。結構効きますよ、これ。竜輪凍らしたら結構しんどいぞ、相手。ちょっとそういう路線で行こうかなと思っております。はい。なんで、まずフリジアを引くっていうところが一番むずいので、そこから頑張っていきます。はい。で、ちょっと手駒が事故りそうな予感がする。めちゃくちゃするな、これ。もうすでに2枚使えないんで、こいつら。はい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 。さあ、ここ、しっかり引いていきたい。
OK、めっちゃいいの引いた。めちゃくちゃ使いやすい。コンボで考えたときに、こっちだって2400出るから、もうウンディーネ先出しとくか。いや、どうしよう。2400は魅力的だな。でもウンディーネ出すのも弱いな。まあ、こっちでいいか。うん、今じゃない気がするな、ウンディーネは。いや、こいつのコンボがね、2400出るのがめちゃくちゃ魅力的だったんで、こいつを次 X に置きたいなって気持ちはあったんですけど、まあ俺が運なら次にもっといい駒を X に置けるんで。 OK、 相手竜輪ないぞ、相手竜輪ないぞ。これチャンス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 で、もっといい駒を置ける。こういうこと、こういうことです。 2,4,5 枚しかないけども、知らん、そんなん知りゃ、そんなん知りません。よいしょ。いや、まあこういうことなのよ。結局極論これがこういうゲームだから、これ。うん、オッケーオッケーオッケー。もう知りゃあせん、そんなもん知ったこっちゃね。オッケーオッケーオッケー。これはまあさすがに2ターンスキル打っとくか。で、相手ももうあの、ちょ、マジであの、こいつの名前わからんすぎて実況できん、実況するときいつもやりづらいんだけど、とりあえずこの S ゴマ取るしかないんですよ、相手。さすがにバイセからは取らないと思うんで。てかこれもう勝ったね、動画を。動画がいっても勝ったくね、これ。ああ、まあ一応こっちから行く。特殊入れて、雷撃も入れて、セの呪い入って、コンボなし。あ、ランタ引かれた。ランタ引かれた取ってだからな。相手も竜輪置けないし。これは、真打ちまで登場しちゃって。ダブコンで飛ぶか。ダブコン、うん、これで飛ぶね。よーし、2連勝だ。ちょっと負けるまでやりたいな、今日。オッケー、これで呪い入って、飛ばしますね。はい、ということで、対戦、あざした。さあ、また、1試合目の人ですね、これ。まあ2発目いきますか。ちょっとね、1試合目はねバタバタしたんで、2試合目はしっかり落ち着いて勝っていきましょう。うん、よいしょ。勝利を呼ぼう。で、次はまあアンプかな。バイスでもいいけど、アンプ打っときたいかな。ナリで来るのか。さっきも高校で何来たね。あ、これメイティス出そうだな。メイティスですね。まあメイティスここちょっとあんま良くはないけど、こっちから行くか。またこれなんかさっき見た光景になりそうなんですけど、これまたこのゆういちくん置くことになるかもな、伝説の位置に。一回バイスですね、次。おお、藤ちゃんいた。これめっちゃ、これちょ、これマジ見てほしい。これ最強ムーブあります。この最強ムーブマジ見てほしい。あ、でもこれ2枚返しされたらちょっと話が違うな。2枚返しはちょっと話変わってくるんですけど、1枚返ししてほしいな。でもさっき同じことやられてるから、相手2枚返ししてくるもあったけど、してこないと。じゃあもうこっちのもちょっと見せてやりますか。多分相手からしても、いや、それさっきやられたってなってる。無事か、メガネ君。もう勘弁してーってなってる、多分相手。もう4000は受けれんてってなって、いや、もう唯一取るしかないやんって言って、英語の、英語来ます。ですよね。で、いや、でも、ウィブやからこれは強くねって相手思っとるやん。思っとるやん。凍るんよな、それ。それカチコチの K なんやな、それ。残念ながらカチコチやで。あー、ちょっと待って、どえらいの来た。ちょっと話違う、話違う、どえらいの来た。 82% あれ耐えれるか。ただこちらとしても両者しませんよ。よいしょ。
で一応フィニッシャーはおるのですが、2、4、6枚なんで、うん、絶対発動できるね。で相手1000回復入るのが一番厄介なとこであります。これまでか。はい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 。うん、まだ飛びはせんな。飛びはしないんだよな。でもトゥールじゃ取る以外の選択肢ないんで、さやかであってほしい。あ、マイティか。それでかいな。こいつ出すしかなくて、うわー、なんか銀白引かれた。やばい、やめて。バイセやめて、バイセやめて。いや、バイセ耐えるか。1500か。いや、バイセ耐えるな、これ多分耐える。バイセ耐える。信号はまず、信号は無理。アスモデウスのマックスは無理。アスモデウスのマックスの中で耐える。あ、イグナーツはちょっとまずくね。そのマックス、あーっあっぷねあっぷねマジ死んだかと思ったよーし、いや、でけえ、これ。はい、ということで、対戦、あざした。